金沢百万石祭りの開幕に合わせて、今日から3日間、兼六園が無料開放されます。茶店通りでは、お店の軒下に百万石祭りの提灯が飾られています。こちらからもお祭りムードが感じられます。3年ぶりの開催となった金沢百万石祭りに合わせて、金沢市の兼六園は今日から3日間、無料開放されています。初日の今日も午前中から観光客の姿がありました。兼六園では鮮やかな紫色が美しい柿つばたが見ごろを迎え、多くの人が楽しんでいました。柿つばたの見ごろはあと数日だということです。百万石祭り一本で来ても有名な人が来るもんで、それ見るのも楽しみやし、みんな金沢は本当にええとこやもんね、ええ町はね。金沢来たらやっぱり兼六園やね。無料開放中の3日間は午後7時から午後9時までライトアップが行われます。